稲葉食品は12日、公式サイトに一部報道について謝罪コメントを掲載。さらに、ゆいのボロや報道についてとして戦時長の文章を綴り、記事に対する同社の見解を発表した。週刊、文春が、CIAO チュール、ライト妻稲葉食品、新入社員9割が辞退女帝の、ボロケハラスメントなどと報じたもの。報道によれば、今春に一般職採用予定だった19人のうち9割に当たる17人が入社を辞退したという。